柿内つよしは、日本の実業家。西日本旅客鉄道株式会社、元代表取締役社長。大阪府出身。大阪府立北野高等学校を経て、1969年に、東京大学法学部、第二類を卒業し、日本国有鉄道入社。2003年から JR 西日本社長を務めていたが、2005年の、 JR 福知山線脱線事故の責任を取り、2006年、取締役兼執行役員に降格。2007年から、取締役を退任し顧問を務めていた。事故後は、遺族らと共に悲嘆についての生トマス大学の公開講座に参加するなど深く反省を示していた。2009年、山崎正夫社長が、記者会見で、歴代社長の事故への責任を、 明確化するために、顧問契約を解消し、南谷章二郎顧問同様、8月1日付で、食卓となることを明らかにした。2009年10月22日神戸第1、検察審査会は、起訴すべきだとする、起訴相当を議決。同年10月23日航空、鉄道事故調査委員会の情報漏洩問題に、 関して、委員二人に接触していた事実が発覚した。2010年4月23日に、強制在宅起訴された。これを受けて、JR 西日本本社前で記者会見し、心からお詫びを申し上げますと述べた。ありがとうございます。